リカちゃん人形の味は苦い。リカちゃん人形を一緒に遊んだ方も多いと思いますが、リカちゃん人形の足を舐めたりすると苦いんです。と言っても、足ではなく、本当は靴なんです。子供が誤飲しないように、靴には苦味成分が塗ってあるんです。くれぐれも舐めようなんて思わないでください。ねえ。激辛好きが幸せである。科学的な理由とは。人の脳はベータエンドルフィンによって幸せという快感を感じるんです。これは癌の末期症状の患者に対して痛み止めに使われるモルヒネと同じような働きをするもので、実は唐辛子の辛味成分、カプサイシンによる刺激でも引き起こされるんです。脳がなんか辛くて痛いものがやってきたと察知、これを和らげようとするんですよ。ランナーズハイと同じような感じなんです。辛い、しんどいという感情が限界まで突破すると快感に変わってしまうんですね。ベータエンドルフィンが作用をしているんです。ベータエンドルフィンが出ると気分を高揚させるドーパミンという成分も放出されるんです。これによって効果2倍、倍倍倍の脳みそ倍だ。太平洋ゴミベルト。北太平洋の海域に大量ゴミが集まり、島のようになっている場所が存在します。海流によりちょうどゴミが集まるようになっており、有害物質が発生しており、生態系を壊しています。海の穴、エジプトシナイ半島、ダハブ村の海には、ぽっかりと穴が開いている海、ブルーホールが存在します。深さは約130メートル、幅約6メートルの巨大な海の穴で、ダイバーなどが誤って侵入して命を落とすことが多々あるんです。青木ヶ原の樹海に入ってもコンパスは狂いません。某小説のおかげで自殺の名所として有名になった青木ヶ原の樹海ですが、小説のようにコンパスは狂いません。現代では電波塔が設置されており、携帯もつながります。スマホつながっちゃいます。未だに自殺をするために樹海を訪れる人がいますが、捜索には膨大な費用がかかるんですよ。人食いバクテリア。感染すると顔が崩れ落ち、30% の確率で死んでしまう。恐怖の人食いバクテリアが存在いたします。A 群、溶血性連鎖球菌というバクテリアで、人間の喉からも検出される珍しくもないものです。このバクテリアは症状の進行が異常に早く、運悪く上昇すると、最初は発熱、腫れるぐらいの症状ですが、治療をしないと筋肉を壊死させ、顔が腐って崩れ落ちてきます。発症した場合、30% の確率で死にます。運よく生き残っても、崩れた筋肉は元には戻りません。彼岸花、すべてに毒があります。スズラン、目や鼻には強力な毒があり、誤って食べてしまうと最悪心臓麻痺で死んでしまうんだよ。ああ、アジサイ、歯に毒がある。食べると中毒を起こすぞ。水仙、球根、歯の部分に毒がある。水に溶ける毒なので
要注意だ。赤い目のウサギは品種改良で作られた個体です。ライオンは崖から落ちた子供のライオンを助けちゃいます。マグロは実際は止まっても死にません。闘牛は色の識別ができないので赤色に興奮しているんでないんですね。動くものに反応しているんです。カブトガニの血は青いんです。コアラはユーカリの毒の影響で寝ております。何時間も20時間ぐらい寝てますね。うんちを子供に与えます。それをバップという物質ですね。浴室のミラーが曇ってしまうときはスティックのりを塗れば曇りにくくなります。残り少ないチューブタイプの歯磨き粉などは後ろを持ってブンブン振ると先頭に集まってきます。カップやパックタイプの飲み物のストローは購入時の状態のままストローを下に押し出せば簡単に取れます。チャーハンを作るときにマヨネーズを併用するとパラパラに簡単になります。切手は U パックを送るのにも使えます。テレホンカードは電話料金の支払いにも使えますので捨てないでください。刺さったトゲをそのままにしておくと心臓に達して死ぬのはありません。だいたい皮膚で止まります。焦げを食べるとガンになってしまうのか、それは毎日何キロもキロ単位で食べればの話です。そんな人はいませんね。白髪を抜くと増えるのか、抜くから増えるんではなくそういう時期に気づくので増えたように思うだけなんです。両手を伸ばした長さと身長は同じです。鼻呼吸は片方の鼻の穴しか使っておりません。血が青くなる症状があります。利き手の爪は早く伸びます。血液型はもともと A 型 B 型 O 型の3種類だったんです。顔にも鳥肌は立ちます。コラーゲンは口から取っても下から出ちゃうのであまり意味がありません。涙は血液と同じ成分です。なぜ麻酔が効くかは科学的には判明されておりません。手術着が緑色や水色が多いのは臓器や血の色の色の補色のためです。薬の CM の場合は最後にピンポーンという効果音を入れなければいけません。出演者が口頭でピンポーンって言ってもいいんです。極端なダイエットはなぜリバウンドしやすいのか。減量した後体重が元に戻ることをリバウンドと言います。ダイエット経験者ならリバウンドを繰り返すと痩せにくい体質になってしまうことをご存知でしょう。このことは1950年アメリカ軍が行った半飢餓実験によって明らかにされております。この実験では32名の健康な人を対象に7ヶ月間にわたって食事量を必要エネルギーの 20% から 60% に抑え体の変化を観察しました。すると7ヶ月後の体重は平均 23% 減り、体脂肪率は 65% も減ったというんです。その後通常の食事に戻したところ、被験者の体重は4ヶ月で元に戻ってしまいました。ところが体脂肪だけは実験前より増えていたことが分かったんです。食べ物が与えられないと人間の体は蓄積されたエネルギーを消費して命を維持しようとします。その際真っ先に使われるのが糖質で、次に脂肪が使われます。それでも栄養が足りなくなると筋肉などのタンパク質が使われ始めます。極端な食事制限で減量をするとリバウンドしやすいのは筋肉内のタンパク質が減るからなんです。筋肉が減ると基礎代謝が落ちるため、以前と同じ食事をしても体重が
増えてしまうんです。車にも落雷することはあるのか、もし落ちた場合は車内にいても大丈夫なのか。日本自動車連盟 JAF によりますと、雷はより高いところに落ちる傾向があるので、車でもアンテナのように上に突き出たところには落ちやすいそうです。 JAF が実際に人が乗っている車に人工の雷を落とす実験をしたところ、雷の電気は車体の金属部分を伝わってタイヤの表面を通り地面に逃げました。車の被害はと言いますと、落雷した場所の塗装面に小さな傷がついた程度で、エンジンをはじめ機械類には異常は起きませんでした。車内に電流が流れた様子もなく、中にいた人が車内の取っ手やハンドルを触っていても何も感じなかったそうです。この実験結果からも、運転中に雷の音が聞こえた時にはアンテナは縮めて窓を閉め、車内にいるのが一番安全と言えるでしょう。宇宙空間に食品を運んで放置しておくと、その食品はどうなるのか、時間が経っても腐らないのか。乾燥食品メーカーである日本ジフィー食品大阪市によりますと、空気のない宇宙空間では食品は凍結して腐らないそうです。地上から宇宙へ食品を運ぶと仮定しましょう。高度が上がるにつれて気圧は急速に低下して真空状態になり、それにつれてその食品が持っている水分はどんどん蒸発していきます。蒸発のたびに食品の温度は下がり、宇宙の高度にもよりますが、ついには凍結します。ちなみにこのように一定の気圧、約160分の1気圧より低いところで凍結した食品は加熱しても溶けないで水分が完全に飛び乾燥します。この原理を応用したのが市販されている卵スープなどのフリーズドライ食品なんです。飛行機に乗った際に3枚ある窓ガラスのうちの中央のガラスの下に小さな穴が開いているのに気づきました。これは何のために開いているのですか？日本空港に聞きました。飛行機の客室の窓はアクリル樹脂の3枚のパネルからなっています。厚さは外側と中央が5ミリ、内側が1ミリです。飛んでいるときは上空の気圧が低いので機内に空気を送り気圧を一定にしています。つまり風船のように膨らんだ状態になっているわけなんです。この内部からの圧力は外側と中央いずれか1枚のパネルで支えられます。ただ片方だけに圧力がかからないように中央に穴を開けているんです。同時に冷たい外気と暖かい機内の空気の間に空気の層を設けることで両パネルの温度差を少なくし曇らないようにしています。内側のパネルは単に外側と中央を保護しているだけです。魚を食べるときに骨を取り除くのに苦労します。人間以外の動物は喉に魚の骨が刺さらないのですか？大阪市立天王寺動物園に聞きました。ペンギンやアシカは魚を丸ごと人飲みにして食べますが、必ず頭の方から丸飲みします。尾っぽの方から飲み込みますと背びれや腹びれが必ず喉に引っかかってしまうからなんです。胃まで届くと骨も消化されます。仮に飼育係が尾っぽの方から食べさせようとしても自分で加え直して頭から
飲み込みます。クマは鮭を丸かじりにして食べますが、歯で骨を砕いて飲み込んでいます。骨を砕けるだけの歯を持っているんですね。動物は食べ物に合わせた体の作りになっているんです。血液がサラサラになって健康に良いという玉ねぎですが、犬が食べると血尿が出ると言います。本当なのでしょうか。また犬は牛乳を飲むと皮膚病になるとも聞きますが、どうなんでしょう。ご指摘の通り、すべてとは言えませんが、多くの犬は玉ねぎを食べると動悸が激しくなるとともに元気がなくなり血尿が出るそうです。これは玉ねぎに含まれる3種類の硫黄化合物が血液中の赤血球を破壊するからなんです。この化合物は熱を加えても壊れず揮発もしません。このため生の状態ではなく、肉じゃがやハンバーグ、焼き飯などのように熱を通して調理しても症状は出ます。強心剤を打ち、利尿剤で化合物を体外に出すように治療をしますが、貧血がひどい場合は輸血をすることもあるそうです。なお牛乳は飲んでも皮膚病にはなりません。すべての蚊が人間の血を食料にするのか。蚊の食料は花の蜜や木の樹液など糖質のものなんです。人間の血はメスが産卵に必要なタンパク質を得るために吸います。蚊は人間の吐く息に含まれる二酸化炭素と体温を感知して標的に近づきます。50メートルから100メートル離れていても二酸化炭素を検知するセンサーを持っていると言われています。ただメスは吸血行動をしないので、家の中に入ってくることはめったにありません。人間の血を好むのは赤い家か一筋島か浜だらかなどで、家畜を好むもの、鳥を好むものだと様々です。一昔前は血液型によって蚊に刺されやすい、刺されにくいなど、O型が一番刺されやすいなどと言われましたが、今では足の裏の匂いが原因だと言われております。除菌シートで足の裏をよく拭くだけで刺されにくくなります。高校生の少年が自宅で蚊の研究をいたしまして、足の裏の匂いが原因だということを突き止めまして、ニュースにもなりました。すごいですね。セミの幼虫は羽化するときに土の中から出てきますが、どうやって土を掘り進むのでしょうか。セミが夏に木に産みつけた卵は数ヶ月から1年で孵化します。幼虫はしばらくすると地面に落ち土に潜ります。潜る深さはセミの種類や季節によりまちまちで、土の中の様子については今でもわからないことが多いそうです。土の中に潜った後は缶のような口を木の根に刺して樹液を吸いながら、アブラゼミやクマゼミなら5年ほど土の中で過ごします。そして羽化の時が近づくと、モグラと同様にシャベルのような形をしている前足で周囲の土をかいて柔らかくし、前足と頭でこれを押し上げて地表に出てきます。2センチから4センチも積み上がることがある土はセミの糖と呼ばれています。パンジーの花が咲き終わると種ができますが、その種を翌シーズンに巻いても芽が出ません。これはなぜなのでしょう。最近売られているパンジーの種や苗は育てやすさや
花の色や大きさを良くするため、異なる品種を掛け合わせた交配種が多くなっているんです。これら交配種の花からできた種は、まいて育てようとしても、同じように成長しないことが多いんです。できた種が元の花と同じ種類ではないためなんです。発芽しない場合があるほか、うまく育たなかったり、花が咲いても同じ花ではなかったりといったことがあります。種を取って翌年また楽しむには、それに適した品種を選ぶ必要があるんです。あまり大きな声では言えませんが、ブラックリストは本当に存在します。一市民の金銭上の個人情報を累積したブラックリストは現実に存在いたします。一市民の消費者金融の理由にまつわる情報は一定期間日本信用情報機構に累積されるんです。その中で過去の踏み倒しや返済の延滞を記載された要注意人物のリストがいわゆるブラックリストなんです。一方、銀行、クレジット会社、消費者金融はそれぞれの業界の信用情報機関に相互乗り入れして窓口に訪れたお客とブラックリストとの関係に絶えず目を光らせているんです。特に銀行はたった一度の返済延滞でも貸し渋ったりします。またクレジット会社によっては過去に消費者金融との付き合いがあったことを発見しただけで入会を拒否することもあります。金融機関の利用における安易な行動にはくれぐれも用心した方がいいですよ。砂糖には賞味期限がない。食品衛生法やジャス法によれば、砂糖には賞味期限が定められておりません。その理由は、砂糖は野菜のように水分を多く含むものではないため、菌などによって傷むという意味の腐るということがないからなんです。保存状態にもよりますが、きちんと管理さえすれば、数年は食べられると言われております。あまりにも乾燥した場所に置いておくと、水分が蒸発して固まってしまうこともありますが、一度紙の上に広げて、霧を吹くか砕いて使えば問題はありません。なお、黒砂糖は水分が多いことから、味や匂いが変わってしまうこともあるため、賞味期限が表示されているものもあります。排水管の多くが S 字型になっているわけとは、洗面台の下にある S 字に曲がった排水管はトラップと呼ばれます。これは大事なものなどを落としてしまった場合、ここに引っかかることで取り戻せる効果がありますが、もちろんそのための仕組みではありません。トラップは S 字部分に水を溜めることにより、害虫やネズミ、そして臭気が侵入するのを防ぐために取り付けられているんです。水洗トイレの便器にも常に水が一定に溜まっておりますが、これも同じ原理なんです。外部から害虫やネズミが
侵入するのを防ぎつつ、排泄物の匂いの拡散を防いでいるんです。飲酒をして馬で公道を走ると飲酒運転になってしまいます。道路交通法によると、馬に乗って公道を通行する場合、自転車などと同様の軽車両として扱われます。そのため、駐車禁止の場所に馬をつないだ場合は駐車違反で、スピードを出しすぎて走るとスピード違反となります。また、飲酒した状態で公道を乗馬すると飲酒運転となり、馬にお酒を飲ませて乗馬した場合は整備不良で違反となってしまうんです。結婚指輪はなぜ左手の薬指にはめるのか。結婚指輪を左手薬指にはめる原点は古代ギリシャにあると言われております。この時代、心は心臓にあり、左手の薬指には心臓につながる太い血管があると信じられていたため、この指に結婚指輪をはめることで永遠の愛を象徴すると考えられておりました。しかし、11世紀頃、カトリック教会が結婚指輪に祝福を与える儀式を始めた当初は、指輪をはめる指について厳密な決まりはなかったとも言われております。なお、日本では左手ですが、ドイツや東欧、北欧の一部の国では、右手の薬指にはめるのが一般的だと言います。結婚をされた皆さん、お幸せに。おめでとうございます。いつまでもお幸せに。おせんべいを食べる際に、あられ、おかき、せんべい、どう区別いたしますか？米菓業界の定義づけでは、うるち米で作ったものをせんべい、もち米で作ったものをあられと区別しています。あくまで原料による区分で大きさや形は全く関係ありません。また、おかきはあられの俗称だから、業界では用いられておりません。一般に市販されている米菓は、大体この定義に従って名前が付けられております。だがこれはあくまで業界で決めた交渉です。実際には地方によって区分が違います。例えばせんべいは関東では草加せんべいのようにうるち米を原料とし、醤油で味をつけた辛口のものが地方にとっては神戸の瓦せんべい、岩手の南部せんべいのように小麦粉を使ったものや甘いものもあります。また関西ではおかきがあられの別称として使われるのに対し、関東では形の大きいものをおかき、小さいものや丸いものを空から降るあられにちなんだ名前としてあられと呼んで、両者を使い分ける人もいます。オートロックのマンションは意外に突破されやすいのか。マンションのエントランスによくあるオートロックの自動ドア。このドア、居住者が訪問者を確認して中からロックを解除しなければ開かないはずですが、ドアの隙間にコピー紙を挟んでひらひらと振ってみると、それだけで開いてしまうことがあります。マンションのセンサーは動くものに反応しやすい熱線式と、止まっているものに反応しやすい反射式とで二重のガードがなされているんですが、どちらにしても差し入れた紙が内側のセンサーの探知内に入ればセンサーの反応によってドアが開くケースがあるんです。
ドアの隙間に紙を入れる侵入法に対しては、ドアが閉じた状態の時は、外側から内側に入ってくるものに反応しない方向性センサーを設置する対策があり、割高ではありますが導入しているマンションが増えてます。それでも住人はエントランスでの侵入者撃退に期待せず、各自でセキュリティ対策を図った方が良さそうです。泥棒に入られる前に一度自分でドアの隙間にコピー紙を挟んでひらひらと振ってみてください。開いてしまった場合は早めの泥棒対策をしてください。多額の借金で自己破産をしてしまった場合どうなるのかをお答えいたします。借金がかさんでいよいよどうにもならなくなったら、最後の手段が残っているんです。それは地方裁判所に自己破産を申し立て、借金の返済能力がないことを認める破産宣告を受けることなんです。この自己破産については、選挙権がなくなるとか買い物や海外旅行ができなくなるなどの話がよく聞かれますが、そんなことはございません。自己破産の記録が公にされることはありませんし、破産宣告によって法的な制限を受けることもございません。5年から8年間、ローンやクレジットの利用ができなくなるが、借金地獄に苦しみ続けることを思えば安いものなんです。借金を帳消しにするためには、免責の申し立てをしなくてはなりませんが、こちらの申し立ては当然のように破産宣告とセットになって行われているんです。ただし積み上げた借金が浪費癖に基づくものであったり、どこかに財産を隠していることが発覚したりすれば、免責の申し立てが認められることはありません。破産宣告を受けた上に借金はそのままという最悪の状態になってしまいます。人生はいくらでもやり直しは効きます。大事なのは過去ではなく今なんです。ゲリラ豪雨が急増した理由とは、ニュースで取り上げられるゲリラ豪雨、一度降り出すと河川が氾濫したり駅の構内が水浸しになるなど、短時間で大きな被害をもたらすことが多いんです。東京でも上空で急速に成長する雲が10分足らずで巨大な積乱雲となって盛り上がり、かと思うと1時間に130ミリを超える雨を降らし、2000回の雷を落とします。かつて東京の夕立は関東山地で発生した積乱雲が東京上空に移動してくることによってもたらされていました。東京原産の積乱雲などありえなかったのです。ゲリラ豪雨については、ヒートアイランド、都市域の気温上昇で生じた上昇気流が特定の条件下で収束して積乱雲に育つとの説がなされております。今のところ仮説に過ぎませんが、気象の専門家によればその可能性は十分にあるとのことです。ペットの 25% は肥満傾向にあるんです。最近は飼い主にも人間と同じような心臓疾患や肝機能障害が見られると言います。飼い主に生活習慣病まがいの病気が蔓延している原因は、人間と同じく太りすぎが原因なんです。化粧品会社の花王と日本獣医学フォーラムが
飼い犬約2000匹を対象にして行った調査によれば、飼い犬の4匹に1匹は肥満傾向にあることが判明しました。調査は微弱な電流を流し、犬用の体脂肪計で体脂肪率を測定することによってなされ、結果、肥満状態のレベルである体脂肪率 35% 以上に該当する飼い犬が 25% に達したというわけなんです。犬も加齢とともに体脂肪率が高くなっていきますが、肥満傾向が 25% に達したのは、加齢だけではなく、食べ過ぎと運動不足のせいだと言います。よくボランティアの人たちが使用済みの切手を集めているそうですが、どういうふうに使われるのでしょうか。使用済みの切手の寄付を受け付けている財団法人日本ユニセフ協会に聞きました。使用済みの切手はそれ自体の価値はありませんが、趣味で集めている人たちには魅力的な対象です。コレクターは使用済みでも関心があり、中には押されている消し印を専門に集めている人もいるんです。届いた切手はこうしたコレクターたちに売って換金しています。ユニセフでは注意点として、 1. 切手は剥がさずに封筒から切り取ったまま送る。 2. 日本切手と評価の高い外国切手は分ける。 3. 切手を切るときは周囲に5ミリ程度の余白をつける。 4. 汚れたり周りのギザギザを誤って切ったものは除くなどを挙げています。ユニセフは届いた切手は1キロ500円で換金して募金口座に入れています。アウトレット店でのお買い物は本当にお得なのか。安くブランド物を買いたいという欲望を一手に引き受けているアウトレット店。確かにブランド品を4割から5割引きで買えますが、なぜそこまでの値引きができるのかといえば、売れ残りの在庫の処分と流行遅れの商品のリサイクルをアウトレット店が一挙に引き受けるシステムを確立したからなんです。売れ残りでも流行遅れでも本物のブランド品には違いはないです。それが格安で買えるんですから、お客にとっては得な買い物というわけなんです。ところがアウトレット店にはからくりがあります。実はメーカーによってはアウトレット店に投入するための専用商品を製造しているんです。本来数やサイズに限りがあるはずのアウトレット店が豊富な品揃えを実現している背景にはそんな秘密があるんです。商店のテーマソングにはかつて歌詞がついていた。日曜日の夕方、チャンチャ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 ンチャンというおなじみのテーマ音楽で始まる日本テレビ系商店は1966年昭和41年から続く長寿番組なんです。笑いのポイントを意味する番組名は初代司会者の立川談志による命名です。当初のテーマ曲商店音頭の歌詞を自ら書き、笑いのポイント商店だーいと歌っていました。冒頭に掲げた現在の商店のテーマは中村八大が作曲したものですが、実はもともとゲラゲラ笑って見るテレビという歌詞があったんです。作詞したのは商店2代目司会者を務めたタレント前竹こと前田武彦さん、
30年以上前、ほんの数ヶ月だけ加湿器で流れていたこともあるそうです。混ぜるな危険。何がどう危険なのか。漂白剤や殺菌剤のラベルには混ぜるな危険の文字が書かれていることがあります。一体何が危険なのでしょうか。混ぜるな危険と表示されるようになったのは、風呂場のような狭いところで洗剤と漂白剤が混ざることで発生した塩素ガスを吸った主婦が中毒を起こし、救急車で搬送されるという事件が相次いだことがきっかけだったんです。この塩素ガスを発生させた原因は中和反応にあります。塩素系の漂白剤は次亜塩素酸ナトリウムが溶けているアルカリ性の液体。その漂白剤に酸性の洗剤を混ぜたとき、中和反応が起きるんです。中和反応により、塩も水も無害ですが、発生した塩素ガスは大量に吸い込むと、目や呼吸器に悪影響を及ぼし、最悪の場合、死に至ることもあります。混ぜるな危険と書いてある容器がある場合は、必ずその使用法をお守りください。でないと大変なことになってしまいます。人間の歯ぎしりの力は100キロにもなります。歯ぎしりは噛み合わせが悪いために起こると言われていますが、現在では否定されています。根本的な原因は不明な部分も多いんですが、精神的ストレスを解消するために行われているという説が有力なんです。食事の時に硬いものを噛んだ場合、1本あたりの歯にかかる力は10から20キログラム。それに対し、激しい歯ぎしりの場合は100キログラムにも達すると言います。なお、程度の差はあるものの、成人の8割は歯ぎしりを行っているという研究データもあります。しかし、それを自覚している人は1割にも満たないそうなんです。サイの角は毛が集まってできたもので、骨じゃないんです。野生のライオンが殺して食べる動物の数は1年で大抵20匹以下なんです。フランスには Y という場所があります。人体は生涯に平均で18キロの皮膚を垢として捨て去ります。最も速い腸は時速約20キロであります。一方、一部の蛾は時速40キロで飛べます。世界の 30% の人が電話をしたり、受けたりしたことがありません。シロアリはヘビメタが流れていると食べる速度が2倍速くなります。フクロウは唯一青色が見える鳥なんです。人間は話すときに72種類の筋肉を使うんです。聖書はもう世界で最も売れたベストセラー本、累計3880億冊であり、最も万引きまでされた本でもあるんです。アメリカ大陸では1000以上の言葉が話されております。宇宙ではどんな液体も表面張力のため玉になります。アメリカにいる 55.1% の囚人は麻薬犯罪によって刑務所に入れられております。ロバは飛行機墜落よりも毎年人を殺しているんです。蜂蜜は腐りません。象は
ジャンプができません。死刑に使われる電気椅子は、歯医者によって発明されました。古代エジプト人は亡くなった猫を慎むために眉毛を剃る伝統がありました。稲妻の温度は太陽の表面温度の5倍にも達します。クウェートは男性比率が世界で最も高く 60%。ラトビアは女性比率が最も高く 54% です。豚は空を見上げることができません。猫のおしっこはブラックライトで光るんです。ライオンのうなり声は8キロ離れた場所でも聞こえることがあります。キリンとネズミはラクダよりも水なしで長時間生き延びられます。家に散らばっているホコリのほとんどが人間の角質、死んだ皮膚なんです。コアラは水を飲みません。ユーカリの木だけで水分を取ります。ゾウは平均で3時間しか眠りません。ちなみにキリンは平均で20分しか眠りません。スマホではスズムシの鳴き声が聞こえない。虫の鳴く声といえば、風情あるスズムシから賑やかなセミまで、その種類は様々だ。だが、こうした虫の鳴き声は、実は携帯電話を通すと通話相手には聞こえない。その理由は、スマートフォンをはじめとする携帯電話が対応している音声の周波数帯にあります。通話音声を聞きやすくするなどの理由から、携帯電話は人の声の高さに当たる300から 3500Hz の周波数帯に対応しておりますが、スズムシやセミの鳴き声は 4000Hz 以上、人の声よりもかなり高いため、電話の向こうにいる相手には聞こえないのです。インドネシアとモナコの国旗は全く同じ。インドネシアの国旗は1949年にオランダから独立した時に制定された、下半分が純白を表す白、上半分が勇気を表す赤の2色で構成されており、純白の上に立つ勇気を意味しております。しかしこの国旗と全く同じデザインなのがモナコ公国の国旗です。こちらは1881年に制定されているため、インドネシアに建国を求めたものの拒否された経緯があります。配色も紅白のバランスも全く同じ2カ国の国旗ですが、唯一異なるのが縦横の比率。インドネシアが2対3であるのに対し、モナコは4対3と若干縦長になっております。なぜかキウイやパイナップルのゼリーが作れない不思議。ゼリーが固まるのは動物性タンパク質の一種であるゼラチンが温度によって溶けたり固まったりする性質を利用しているためなんです。ところがゼラチンを使ってキウイやパイナップルのゼリーを作ることはできないんです。その理由は、これらのフルーツにはアクチニジンというタンパク質分解酵素が多く含まれているためで、一緒にするとゼラチンの動物性タンパク質が凝固作用を失ってしまうんです。沖縄県では大分県の4倍もトイレットペーパーが消費されます。日本人1人当たりの
年間トイレットペーパー消費量を調査したところ、年間約50ロール、月平均4ロールを消費していることが判明しました。また、一人が1ヶ月あたりに使うトイレットペーパーの量を都道府県別に調査したところ、使用量トップは沖縄県で 6.19 ロールとダントツの結果になりました。2位は青森県で 5.34 ロールが続きます。ちなみに最下位の47位は大分県の 1.50 ロールで、1位と比較すると約4分の1の消費量となっております。鹿の名所、奈良公園がフンだらけにならない理由とは？奈良の鹿、日本鹿は春日大社の神の使いとされ、古来大切に扱われてきました。現在その数は約1200頭。これだけいれば公園はフンだらけになりそうですが、清掃員をほとんど見かけたこともないにもかかわらず、なぜか散らばるフンはあまり多くありません。公園内にフンが少ないのは、実はコガネムシ、通称フン虫のおかげ。日本には約150種類のフン虫がいるが、奈良公園ではそのうち約50種が確認されています。フン虫は鹿がフンをすると、すぐにその中に潜り、1日で分解してしまいます。その際、ハエが産みつけた卵も食べるので、ハエの発生も防いでくれます。コガネムシ、結構カナブンに似てますね。余談ですが、森や林の中に動物の死骸があまりないのは、それはオサムシというゴミ虫が死骸を分解して食べてくれているからなんです。森のお掃除屋さんとも呼ばれております。他にもカラスや猛禽類のトビなども動物の死骸を食べて片付けるお掃除屋さんと呼ばれております。太平洋戦争は、実は命を落とした戦没者の死因の6割は餓死だったんです。1941年、昭和16年から45年まで続いたアジア太平洋戦争での日本人軍人や軍属の戦没者総数は約230万人に上ります。多くの文献をベースに戦場の兵士の姿を描いた餓死した英霊たちによると、死者の6割にあたる約140万人の死因は栄養失調による病気や飢えによる餓死、つまり戦闘で亡くなった人よりも餓死者の方が多かったんです。その原因としては、過剰な精神主義や無謀な作戦立案、さらには食料をはじめとした物資補給を軽視したことなどが挙げられます。140万人もの戦没者は、敵にやられて死んだわけではないんです。餓死して死んだんです。日本国自らがそれだけの大量の死者を生んだんです。夫や妻のメールをこっそり読んだら罪になるのかならないのか。妻に携帯のメールを見られても構わないという夫は滅多にいないと思います。大概の男性の携帯には妻に知られてはならないメールが隠されているからなんです。一方妻はそういうメールが夫の携帯に入っているに違いないと思っているから、一度は
夫の携帯を見てやりたいと思っているらしいです。だが、他人宛ての郵便を開封すれば、夫婦間ともいえども、親書開封罪に当たります。それと同様に、夫のメールを盗み耳するのは犯罪行為なのかな？ところが答えはノーなんです。携帯のメールを盗み耳しても、親書開封罪には該当いたしません。そればかりか、そこで入手された浮気の証拠は、離婚裁判において妻の訴えを有利にする条件になるといいます。振り込め詐欺にあったお金は取り戻せるのか、なぜ払ってしまうのか、被害に遭っていない人はそう口を揃えます。だが振り込め詐欺は狙いをつけたターゲットを徹底的に研究し、それに合わせたストーリーを念入りに作り上げます。さらに息子の口調や声音まで真似します。巧みであることは間違いないんです。振り込み詐欺の被害者はほとんどが泣き寝入りになりますが、騙し取られた金を取り戻す方法がただ一つあるんです。それは不当な損をした者 A がその損によって利益を得た者 B に成り代わる権利を行使することなんです。この場合、振り込み詐欺の口座が開かれた銀行が B に当たります。つまり銀行の立場に成り代わって被害金額の返還を求めるわけなんです。ただしこれには裁判所の力を借りなければならず、そのためには口座名義人、犯人の氏名と住所の特定が不可欠です。そして振り込め詐欺犯の氏名と住所を割り出すのが至難の業であるということは言うまでもありません。したがってこの唯一の被害金額奪還法にも限界があると言わざるを得ないんですね。警察官立ち寄り所の札があるコンビニに警察官は本当に来るのか。銀行の支店、キャッシュディスペンサーだけが置かれたコーナー、そして商店街の外れにあるコンビニなどには警察官立ち寄り所の小さなステッカーが入り口に貼られてあります。こうした立ち寄り所には警ら箱が置かれていて、そこに立ち寄った警察官は警ら箱に収められたノートにハンコを押して巡回の記録を残す仕組みになっています。ここで疑問なんです。コンビニに警察官が現れてそうした物々しい手続きを行っていればかなり目立つはずです。ところがそんな光景は滅多に見られない、まるで都市伝説のようなんです。実際には警察官には立ち寄り所を巡回する暇などなく例のステッカーはほとんど見せかけに過ぎないと言います。と言っても気の弱い強盗ならこれを見ただけで二の足を踏むかもしれないので、ないよりはあった方が効果があるとは言えるでしょう。女性専用車両には男の子も乗れないのか。言うまでもなく、女性専用車両は男性の垂涎や痴漢から女性を守るためのものです。悪さをする男をいちいちチェックするわけにはいかないので、男性はおしなべてこの車両への乗車はご遠慮いただくということになっています。では男の子はどうなのか。ある関西の私鉄会社では、女性と同伴の場合に限り、小学校6年生まで OK としていると言います。首都圏の路線で女性専用車両を導入している JR 東日本は、何歳以下の男性は OK という規定はないと言います。
ちなみに女性専用車両に侵入した男性客への罰則は特に定められてはおりません。あくまでそれぞれのモラルにお任せするというわけなんです。空室が増えているのに家賃が下がらない理由とは。マンションやアパートなどの空室率が全国的に上昇の一途をたどっております。中でも首都圏の空室率が最も高いんですが、首都圏の家賃は一向に下がらない。これは一体どうなっているのか。実はこの怪現象は全く取引の対象にならないような不良物件の空室が多くを占めていることにあるんです。相続税や土地税の対象でマンションを建てる首都圏の地主は、概して居住設備や居住環境に気を使わないんです。一方入居者の要求は結構高く、エアコンもベランダもなし、ユニットバス、日当たりは不良という部屋はたとえ家賃が安くても誰も住みません。つまり限定された有料物件の間でだけ取引がなされるので、取引の対象にならない空室の増加は全く市場原理に反映されないわけなんです。